どうもニエトノです。今回はリネジトレボリューションの動画やっていきたいというふうに思います。で今回なんですけれども、新たにね傲慢の塔が80回まで解放されましたということで、まあ登っていこうかなという動画でございます。では入場ね噛んだけど61回からやっていきたいと思います。であれですね、合間カットとか、まあ、早送りとか入れて編集していくと思いますのでよろしくお願いいたします。さあ61回やってまいりました。ソウルショット切っていいよね。多分開幕はそんなに強くないでしょ、この辺はね。言っても全然ガンガンいけると思うので、でこのね傲慢の塔に関してなんですけれども、本当登れる人はねさっさと最後まで登っちゃった方がいいコンテンツだと思いますので、全然ね余裕あるよっていう方だったらガンガン登っちゃいましょう。はい、カンザラさん戦っていきましょう。よいしょ、まあ余裕でしょはい、余裕ですねこの辺は。はい、ありがとうございました。ということで42回まで早送りかな。はい、始まりました。42回でございます。まあこの辺もまだまだ余裕かなと思いますので、ガンガン進めていきましょう。メテオで一発だねよいしょ。さあまだ出てくる、もうボスだね。この辺ないくらぐらいだろうね、必要戦闘力。さあデッサンですね、スキップ、お前は終われ。あ、でもミサイルボルト一発っていうわけにはいかないと。まあさすがボス。はい、終わりました。はい、また次63回かまでスキップしようかな。はい、63回始まりました。メテオからいきましょう。よいしょ、はい強い開幕メテオ安定かな。でレベルが1上がりまして169になりましたあの傲慢の塔意外と経験値もらえますね。さあ3秒後にボス登場ということで、おいマーロスさんスキップ。まあまだまだ余裕でしょう。どこからだろうな、一応戦闘力70万超えの方が高級ポーション使えばっていう話してたんで、途中から僕多分きつくなると思います。はい、では次行きましょう。はい、64回です。メテオから行きましょう。よいしょ、まだメテオでワンパンできるね。メテオワンパンラインに乗ってくれてるのはありがたい。火だめ結構痛いか、でもすでに体力1万ちょっと減ってますもんね、この辺の雑魚の攻撃で。あー痛いかもね。いやまあまあ、でもまだまだほぼほぼオートぐらいの感じで倒せるから大丈夫だね。はい、フォルゼディラややこしいわ。マスターモルディオでええやろよいしょ。さあこの辺も瞬殺。さあ次行きましょう。はい、76回始まりましたなんですけれども、ちょっとね高級ポーションに切り替えしたいと思います。はい、すいません、調整終わりましたのでやっていきたいと思います。よいしょ、いやーやっぱソウルショット入ると雑魚余裕ですね。ガシガシ削れる。まあもうね76回まで来ちゃったんですけれども、傲慢の塔はまあ80回ぐらいだったらこんなもんかなーっていうイメージですね。言ってもあの一応ねベース戦闘力に対しての今僕の戦闘力の評価的なやつが一応 SR ランク取れてるので、まあ結構レベルの割には戦闘力高いっていう、まあ、ゲーム的にね実際このレベルでこの戦闘力が高いかどうかっていう話じゃなくて、まあ、ゲームのベースのお話として一応レベルよりかは強くね育ってるキャラなので、まあ余裕ですねというお話です。タンバルーズ、アンデッドか、アンデッド増えましたよね、ザケンのせいかな。はい倒しました。次行きましょう。はい、77回やってまいりましたということで、結構経験値ほんと入るね。まあもともとあの68レベルの96%ぐらいまで来てたんで、まあ、1レベルは上がっちゃうだろうなっていうのは分かってたんですけれども、
169なってからでもうすでに何パー74パーまで来てんの、やばくない1レベル上がっちゃうんじゃないこれ、登るだけで170レベルの壁を叩いてしまいそうですね、このままいけば。うん、いやこれあれだな、経験値、まあ、レベリングしてる人は本当美味しいですね。塔を登って報酬も美味しいし、まあ、アデナも補給できるし、経験値までもらえる、最高だね。うーベレモール、はい、やっていきましょう。ソウルショット入れたから HP 吸収がはかどるな、本当に。結構回復してくれるから、まあ高級ポーションセットしてるから死ぬことはないんだけど、正直277個高級ポーション使っちゃうってことも絶対ないしね。あーでもこれは高級ポーション縛りでやった方がちょっと面白かったかなっていうのは思いますね。まあ動画的にはちょっと面白くないかもなんですけど、まあでもさっさとクリアしてね、次の新しいコンテンツとか、まあガーゴイル飛ばすとか見に行きたいんだよね。さあ次の回行きます。はい、始まりました、78回ですね。さあ怪獣野郎がいっぱいですということで、グランティスプレモさんと、まあみんなあんまり好きじゃないモンスターがどんどん出てきますね。よいしょ、プレモさんバイバイ。あ、キングバグベアに当たったわ。これでもスタン取られると結構鬱陶しそうですね。これかな、スタン取ってくるの。まあスタンしなかったラッキー。よいしょ、これなんか体力微妙なラインで一気に全員の攻撃食らってクリティカルとか出たら死んじゃいそうな気もちょっとするな。まあ大丈夫だと思うけど。いやポーションガブ飲みじゃん。お、メルフォルデ、メホルテさんのいとこかな。魔物じゃ、魔物だね君。君魔物だね。赤武器刺さるね、早いね。いや、やっぱり魔物に対しての赤武器の強さったらないわ。ほんとガリガリ削れるもんね。あー武器変えたかったけど、まあしょうがない。はい、倒しました。ここ変えれないんだよね、この画面も。はい、始まりました、79回。まずは武器を変えるところから。よいしょ、あーちょ、結構あれだね、モンスターが残ってるねさっきから。もう撃っちゃうか、ミサイルも。別にまあミサイルまた溜まるでしょう。火だめやばい、これはほんと高級ポーション。おっと、回復の合間を疲れた。マジか、リベンジしていきます。はい、79回始まりました。次はちょっと気をつけていきたいと思います。うん、高級ポーションの多分クールタイムを見てなかったのが問題ですね。いやでもそんなにやっぱり火だめ痛いんだね。あ、痛いわ、ガリガリ削れてるもんね。高級ポーションのクール見ながらやらないとダメだねこれは。うん、1回目本当にちょっと甘かったです。よいしょよいしょ、これ強いんだよね。やっぱアボイドで速度落としてスタンとかダウンさせてる間に削るっていうのがほんと強い。さあこの辺からちょっとやばそうなんで、まあちょっとねチキン戦法取っていきますけど、お許しを。クリアできないよりはねいいから、チキンだろうとなんだろうと。みんなもどんどんチキンになろうね。さあドゥームサーバントリーパー倒したらボスかな。よいしょ、ボス出てきます。ただ、高級ポーションのクールだけ待ちたいかな。バートさん、まあ、敵一人だったらあれかな、大丈夫かな。よいしょ、ヒットアンダーウェイできねえ。できねえヒットアンダーウェイで。いくら食らってる、一発1万食らうのかダメージ。まあでも1万ペースぐらいだったら大丈夫なんじゃない。ダメそうなら逃げるけど一回、たまに回避もできるしね。うん、1万ペースぐらいだったらいけそう。いけるね。うん、これは大丈夫です、安定してますね。高級ポーションがあるので
いけますいけます。結局ね、まとめてガガガって食らう方が痛いんだよね、一撃一発思うよりも。はい、ということで、次が80回かな、ラストになりますね。いきましょう。はい、やってまいりました、80回ラストでございます。ここからはもう気をつけてね、しっかり立ち回っていきたい。一発でクリアしたいからね。もう79回で死んだのは本当事故だわいやー、さすがに痛い。ただボスは怠慢だから、うん、高級ポーションが間に合う。雑魚戦の方が案外きつかったかな、今回の感想としては。もうなんか終わったような話し方してるけど、多分大丈夫でしょう、この感じだと。高級ポーションが毎回間に合ってるので、回復。よっしょ。ベレモールさんね。いやー、傲慢の塔ね、最初は苦労したよね、でも60回行くの。戦闘力も全然足りなかったし、なんかその高級ポーションっていうものを、まあ、ダイヤ割ってまでね、交換するっていうのも、なんか結構渋ってたんで、普通のね、HP ポーションを使って走り回って、ヒーリングストライクとかでね、回復しながらとか戦ってましたね。懐かしい思い出だ、60回。もう今となっては80回出た瞬間にクリアしちゃうぐらいのもんですよ。そしてこれ、あれですね、おそらく80回クリアでレベル上がりますね、僕。なんと、傲慢の塔を登るだけでレベルが1上がるんか。あー、よいしょ、間違えた。まあ、最初の1レベルはね、さっきも言った通り、96% とかまで来てたから上がったっていうものなので、まあ、度外視としても、まあ、169から170までのテーブル1個埋め尽くすぐらいの経験値が入るっていうことなんで、相当美味しいですね。というか、制限時間やばくね？大丈夫？これ間に合うか？ちょっとかぼちゃ食いますわ。ここに来て10分ドーピング入ります。ただ、10分ドーピングで間に合うのか、やばいな、やばいな、血明バフ入れる？ボス次第なんだけど。あーるー、大芝大芝か。ハニあー、どうしようか、迷う迷う。血目バーフ入れますか、入れるか、ちょっと怖いわ。あどう、間に合う？ごめんね、半分ぐらい戦闘画面映らなくて。まあでも、殴ってるだけだから、これで。はい、ということで、まあ、血明バフ入れた結果、安定して倒すことができましたということで、ありがとうございます。80回達成です。はい、レベルも上がりました。レベル。ということで、はい、ゴーマの塔報酬、UR の特製の石もいただきました。はい。まああれですね、最後僕かぼちゃ食ったり血明バフ入れたりとか途中でやったんですけれども、まあ、僕と同じぐらいの戦闘力の方、もう80回入る前にバフ入れといた方が無難かもと思いました。はい、といった感じで今回ここまでで終わりたいというふうに思います。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録もよければお願いいたします。それではさようなら。